どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。お湯引きでついにホタルの情報が解禁されましたね。人気のキャラだけあって性能の詳細はかなり気になるところかなと思います。そこで今回はホタルの性能を確認しながら相性のいいキャラを紹介していきたいと思います。ホタルに関しては公式で撃破特攻アタッカーというようなことを言っていましたので、編成はかなり固定されるのかなと思います。だからこそ相性が良さそうなキャラを特定しておくのは大事かなと思います。そのあたりは抑えつつ可能性のあるキャラも紹介していければと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。またチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はぜひよろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。それではまずホタルの編成に必須級のキャラを紹介していきたいと思います。撃破特攻キャラですので、あの3人が必須級になりますね。それではまず1人目です。1人目は調和主人公です。これは撃破編成を組むなら超撃破は火力源として重要なので必須級になります。ですがこの超撃破はホタルの追加能力でさらに性能をアップする効果があります。追加能力のベータモジュールを見てもらうといいんですが、必殺技の完全燃焼状態の時限定で効果を発揮するようになっています。ホタルの撃破特攻の数値をもとに作陣地に対応する超撃破ダメージを転換する効果があるためです。数値に関しては250か360が基準となっており、これに対して 35% か 50% 分の転換がされるというふうになっていますね。現在では調和主人公専用の効果となっているため、ホタルの性能を全部活かすなら必須級となっています。超撃破ダメージ持ちが他に出てくればホタルの幅も広がるかなと思いますが、現在は主人公のみっていうところですね。まさか本当に相性が E を超えて専用とは思わなかったですね。ここはびっくりなところです。続いて2人目はルアンメイですね。復刻で一緒に来るキャラとなってます。ルアンに関してはホタルの追加能力との相性っていうのはありませんが、ホタル自身の性能と相性がいいというふうになっています。ホタルに関しては超撃破の性能を上げるために撃破特攻を 360% 目指す必要性が出てきます。これに関しては攻撃力だったりいろいろな要素がありますね。それを満たすのはかなり異物厳選が必要かなっていうところがありますが、ルアンがいれば 20% 分をカバーしてくれるっていうのがいいところです。さらにホタルの火力を出すには弱点撃破が必須となるため、弱点撃破効率をアップするルアンはとても相性が良くなっています。相手を効率よく弱点撃破できるかどうかによって火力が大きく変わってきますからね。このあたりに関してはブートヒルなどを使っているとイメージがしやすいのかなと思います。自分の場合はブートヒルを使っていましたが、かなり人生削りのことは考えて行動することが多かったです。なのでルアンがいるかいないかでかなり大事でしたね。ホタルの火力を出せる場面を考えてみるといいんですが、あくまで弱点撃破からとなりますので、ルアンでそれを緩和できるのはかなり強いと思います。しかも弱点撃破をうまくできれば相手は行動順が下がりますので、完全燃焼で速度アップするホタルの行動回数を増やせると思います。調和主人公などと比べると目に見えた効果としては薄いかもですが、戦闘中において戦いやすさの向上につながるので重要なキャラとなっています。この戦いやすさっていうのが非常に大事ですね。3人目はギャラガーです。酩酊状態の敵限定ですが、弱点撃破ダメージを伸ばしてくれる重要なキャラとなっています。回復役としても必殺技の割り込みがあるので、ある程度耐えれるのも相性がいいポイントと言っていいかと思います。一番の魅力は酩酊状態の付与というところですが、ルアンと並んで SP を節約できるのも強い部分かと言えますね。他の耐久枠よりも撃破特攻向けのヒーラーなので、現状としては必須級なのかなという感じです。ただし、注意もあって、ギャラガーに関しては2突していないとスキルによるデバフ解除ができないので、突は必須になるかなと思います。ホタルの編成に必須級のキャラとしてはこの3人になるかと思います。その中でも調和主人公は代替えが効かないので、編成は固定になりそうかなというところですね。超撃破ダメージに関しては現在主人公しか所持していない能力となりますし、何より時計屋の異物効果で撃破特攻を上げれるのも魅力です。装備から攻撃方法まで何かと相性が良すぎるんですよね。ですがルアンやギャラガーは役割によっては他のキャラに変えれるかなという部分になります。この2人に関してはホタルの性能を最大限引き伸ばせるので、所持しているなら可能な限り入れたいキャラというところです。ですがこの2人はいなくてもホタルの性能を伸ばすことは可能なので、次は他に相性のいいキャラを紹介していきたいと思います。それではルアンとギャラガー枠で代替えが可能な相性のいいキャラを紹介したいと思います。
ただし今回の紹介は実際のプレイではなく性能から見た予想としていますので、その点だけはご注意ください。まずはルアンの代替として相性のいいキャラを見ていきたいと思います。1人目は K-です。燃焼による余ダメアップや低い状態の敵で火ダメアップが魅力的なところとなります。撃破特攻のダメージには防御力ダウンなどのデバフの影響を受けますので、撃破特攻ダメと相性が良くなっています。さらに炎属性ということもあって、ホタルの炎弱点付与と相性がいい部分ですね。完全燃焼状態でスキルの発動で弱点付与してくれるので、その後の追撃要因としてもありなキャラと言えます。サポートもできるし攻撃もできるっていうところは魅力ですね。2人目はアスターです。必殺技の速度アップによるホタルの行動順を引き上げやすくなります。またアスターがいるだけで炎属性のダメージがアップするのも相性がいい要因と言えますね。さらに嬉しいのはアスターのスキルは人生削りも優秀なので、調和主人公と相性がいいのも魅力的です。 SP に余裕があればダメージを稼げる要因にもなるのが嬉しい点かなと言えます。ただし蓄煙による攻撃力アップは撃破特攻ダメージのダメージアップには影響はないので注意が必要です。ただホタルの攻撃力アップにはつながるので、撃破特攻の数値を上げるにはもってこいというところですね。3人目はペラです。防御力デバフがあるため K9 分と同じように撃破特攻ダメージを引き上げてくれます。違いとしては必殺技で全体に付与をしてくれるため、拡散攻撃のあるホタルと相性がいいという点ですね。敵が5体いた場合は K9 分のデバフだと2体が漏れることになります。この場合ペラの必殺技だと全員に平等にデバフをつけれますからね。しかも公演水によっては通常攻撃でデバフを付与できるので、 SP 節約中もホタルの補助ができる優秀なキャラとなっています。このキャラに関しては本当どのキャラとも相性がいい性能になっていますね。さてここまでは撃破特攻と相性が良さげなキャラを紹介してきましたが、基本的には防御デバフ持ちを入れるといい感じになっていきます。ではここからはちょっと攻めた代替キャラを紹介したいと思います。正直趣味の範囲と思ってもらえると嬉しいです。それでは行きましょう。4人目はブローニャです。あらゆる火力アップがあるキャラですが、撃破特攻とは相性が悪くなっています。なんですがブローニャをおすすめする理由としては、ホタルの完全燃焼状態の行動回数を増やすための要因となるからです。まずホタルの完全燃焼状態ですが、解除されるまでは攻撃回数ではなくノビンのようなアクションバーが出てくるようになっています。これは速度が70固定となっているため、ホタルの行動順は特に影響されないと思っています。そのため完全燃焼状態を有効活用するのであれば、ブローニャの即行動はとても強力と言えるんじゃないかという部分になります。ただ行動回数が 1,2 回増えるくらいであれば、花火にして SP 緩和しながら速度を上げれるので、こちらもこちらでありな感じはしますね。まあそもそもホタルに関しては人生削り強そうですからね。炎弱点も付与してしまえばご利用して敵を倒せるので、行動順が開けれるブローニャタタは相性がいいのかなと思ってます。これは完全なる予想ですね。続いて5人目はベルトになります。ベルトは必殺技で火ダメアップする追加能力があるため、撃破特攻ダメージをさらに引き伸ばしてくれます。しかも必殺技やスキルには敵の速度を落とす効果や金庫状態の付与などがあるため、速度で有利に立てるんですよね。敵の速度が落ちてしまえばこちらの行動回数が増えますので、攻撃回数が増え動きやすくなるかと思います。単純に速度で圧倒できるというのが強いですし、 HP が低くなりがちなホタルのカバーもできるので相性がいいのかなというところですね。そもそも敵に行動させなければいいという考えです。6人目は姫子です。燃焼状態の敵に対して余ダメアップしたりするので、炎属性のホタルとは相性が良くなっています。さらにホタルの弱点付与ですね、アルファモジュールの効果で弱点でない敵に対しても人生削りができます。この効果を利用すれば姫子の追加攻撃の発動条件を満たしやすくなるため、敵を一掃しやすくなると思います。これで言えば虚構除事や雑魚処理などはかなり強くなりそうかなと思いますね。まあ、今回姫子だけ紹介していますが、ヘルタも相性がいい対象になるのではないかと思っています。最後の7人目は帝運です。攻撃力アップのバフによってガンマモジュールの撃破特攻バフを満たす要因として採用です。ホタルには撃破特攻を上げる要素として攻撃力1800以上にすることで数値をアップする効果があります。そのため攻撃力を上げることに成功すれば、単純にホタルの火力アップにつながるため強力と言えます。またホタルの完全燃焼状態の敵ですが、公式の動画を見る限り EP は回復してないように見えるんですよね。
低運の必殺技で必殺技後の EP 回復の手間を減らせる可能性があるため相性はそれなりにいいのかなと思います。ということでルアン枠の代替えとしては以上となります。誰と組ませるかによって変わる部分かなっていうのはもちろんありますが、完全燃焼状態を生かそうと思うと組み合わせはかなり多いなと思いますね。 EP でカバーするのかデバフでカバーするのか考え方がいろいろあって面白いかなと思います。こうやって相性を見ていくと、ホタルの弱点撃破効率がどれくらいかによってかなり変わってくるかなと思いますね。続いてはギャラガーの代替えとして相性のいいキャラについて見ていきたいと思います。1人目に関してはホホです。EP 回復による補助と攻撃力アップでホタルの撃破特攻の数値をアップできます。ホタルへの影響としてはちょっとした感じになるかなと思いますが、回復しながらバフをつけられるのはかなり強いかなと思います。ホタルは完全燃焼状態で効果抵抗がアップしますが、高いというわけではないですもんね。行動不能デバフを受けてしまうとせっかくの強化状態も無駄になってしまうため、ここのデバフ解除は非常に相性がいいと思います。2人目はラセツです。ホホと同じ回復薬要因ですね。スキルによるデバフ解除があるため、ホタルの行動制限デバフに対しての対策は可能というところです。また HP が低くなっても羅刹の回復でホタルの生存率を上げれるのも嬉しいところかなと思います。やっぱ緊急回復はね強いですからね。3人目は普賢です。スキルの発動で味方全体の被ダメージを抑えれるため、自傷するホタルの生存率を上げてくれます。効果力の攻撃に対しては自己率を下げることが可能となっているので、耐久枠がいないならありかなと思いますね。ただし豊富なバフが活かせないのはちょっと残念なところとなりますので、組み合わせるときは注意が必要かなと思います。最後4人目は美月なのかになります。シールドの付与が魅力的ですが、必殺技の凍結で相手の行動制限もできるのが魅力的なところです。単純に相手が動かなければホタルが被弾することはありませんからね。さらにシールドで耐久値もアップができます。壊滅キャラは狙われやすいという一面がありますので、補助としては十分な役割が果たせるのかなと思います。また姫子とナノカを入れてしまえばネッサーオーディション組で編成することもできますので、まあ、これはこれで意外と相性が良くて面白いかもなというところがありますね。ということでギャラガーの代替えの紹介は以上となります。耐久枠については最適がギャラガーなので無理に変える必要はないのかなと思いますね。ですが他のキャラでも役割を抑えるとホタルの耐久面をカバーできるのは面白いなっていうところです。そもそもホタルの撃破特攻の数値がある程度高ければ高ダメージを期待できますし、耐久面に振るのもありかなと思います。なんだかんだやっぱ耐久面って大事ですからね。ということでホタルに関してですが、性能を抑えながらのキャラ相性はいかがでしたでしょうか。必須キャラが相性良すぎて編成の偏りが出るのが心配な部分となっていましたが、性能を見てみると思ったよりも適正キャラが多くて良かったなと思います。ただ実戦で使ってみないと思ったよりも噛み合わないっていうこともありえますので、実装後ここのあたりは試していきたいと思います。個人的にはネッサ組ですねの4人でやってみてちょっと遊んでみたいなっていうのがあるので楽しみですね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。